ですね、今日は4月の20日金曜日です。時刻は、午後2時38分を回ったところです。で、外はよく晴れてましてですね、今日の最高気温が29度と、なんかもしかしたら真夏日になるんじゃないかな、そんな感じになってます。で、現在部屋の中なんですけれども、気温が23度くらいですかね。で、湿度が結構高くて、70%ぐらいになってます。これ外行くとおそらく40%ぐらいに下がってると思います。で、まあ今日はですね、こんなもの買ってきました。これプリンなんですけれども、メキシカンの、よく行くマーケット、まあ、99セントのマーケットなんですけれども、そこでちょっと買ってみたので、食べてみたいと思います。開くかい、これ。最初に開けときゃよかったってやつですかね。結構開けるのに苦労します。まあ色はちょっと濃い黄色をしてます。で、上がなんかこんな、これココアかなんかかぶさってるような、かかってるような、そんな色に見えます。じゃあ食べてみます。意外と硬いですね、これ。一応プリンなんですけれども、結構硬いですね。硬めのプリン。カスタードクリームを冷やして、甘みをちょっと抜いた、そんな感じのプリンです。まあ、うまいかどうかと言われればですね、まあ、この値段だからこんなものかなと。まあ、そういった感じでございます。でも意外とこれいけますね。甘さ控えめって私あまり好きじゃないんですけれども、これ甘さ控えめだからまあまあいけるかなと。これ甘かったらもしかしたらそんなに食べらんないんじゃないかな、そんな気がします。まあ、いろんな、プリン、お店行くとあるんですけれども、まあ、日本で売られてるような、繊細な味のものっていうのはなかなか見つからないですね。まあ、安いといえば安いんですけれども、まあ、安くて、美味しいもの、そういったものが見つかればいいかななんて思ってます。ということで、今回は、プリンでした。